今回ご紹介させていただくのは、2017年新、スレーターデザインの新モデルのガンマになります。こちらの方は、シェイプデザイナーですねがケリー・スレーター本人のシェイプデザインになっておりまして、去年から、ケリー・スレーターがお気に入りで乗っているボードの、ボードがこちらのガンマになります。シェイプの特徴としてはケリー・スレーターだからすごい六角がきついボード乗ってるかなというふうに思われがちなんですけども、決してそうではなくてエントリーロッカーは若干弱めから、アベレージに近いような形になっておりまして、でテールにかけてですねシングルコンケーブから最後 V になっています。でも V にすることによって最後の切れ味が良くなるのでアクション性はすごい出てるボードになっております。ここにスプリンガーテクノロジーというテクノロジー、ウッド調のものが入っておりまして、こちらを入れることによって、ヒリアムというテクノロジーがあるんですけども、よりこちらの方が反発が速くなっておりますので、キレがいいターンですとか、反発がかなり、速いのでフレックスも、高反発になってます。はい、ガンマの、乗り味としては、こちらの方が、ヒリアムの、ね、テクノロジーになっているので、かなり、フレックスを柔らかめです。なのでちょっと弱い波ですとかたるめの波でも十分使えるような一本になっておりまして、で、こちらのスプリンガーテクノロジーを使っているので反発もかなり速いです。なので、トロイセクションですとかもちろん、サイズが上がった時ですねこちらの方も、全部使いこなせるのでオールインワンボードになってます。ガンマの方なんですけども、スペックディメンション表を見ていただくと分かるんですけども2つタイプがあります。でこちらの方は、より、ユーザーライクなタイプのボードでして、全体的なアウトラインでいうと少しふっくらしたアウトライン で厚みも十分にあるタイプの、ボードになります。で一方なんですけども、ハイパフォーマンスタイプになっておりまして、こちらの方台風ですとかサイズが上がった時などに、使うとよりガンマの特性が分かりやすくなる。はい、ファイアーワイヤーのこのガンマというモデル、フィンプラグの方が5フィンプラグ、マルチプラグになっておりまして、今、おすすめのフィンなんですけれども、こちらのファイアーワイヤー、オリジナルのフィン、こちらの方が、一番、個人的にはおすすめできるフィンになっています。で、もう一つの方なんですけれども、こちらの方がクワッドの設定ですね。で、クワッドの特徴としては、従来の5フィンプラグと比べると若干こちらの幅が狭くなっているので、ケリー・スレーターよくこういったフィン設定クワッドでよくするんですけども、よりトライに近い乗り味になりますんで、波が上がった時でも、かなりドライビーなターンができるようになってます。